順位、ちょっとおさらいしておきましょう。セリーグはね、巨人、ヤクルト、広島、中日、DeNA、阪神。だけどもよ、これね、よく見るとゲーム差が、ヤクルト 1.5 ゲーム差、広島がゲーム差なし。で、中日が3位に2ゲーム差。で、DeNA が3位に4ゲーム差。で、阪神が3位に 7.5 ゲーム差。で、首位まで9ゲーム差。あ、まだまだいけるね。よくよく考えると。踏ん張ってるね。やっぱ 10ゲーム差以内に入ってると、全然交流戦で、交流戦はね、ほんとうまくいけば8ゲームぐらいひっくり返せるから、そういった意味では、何気にまだいい感じでいけるね。あと、やっぱ巨人がね、今年1位にいるんだけど、ちょっと不安なところが、今エラー25個っていうところでね、いつもエラーめちゃくちゃ少ないのに、25個もしてるっていうところが、ちょっと心配だね。で、逆にね、阪神が14個で、中日と並んでね、一番少ないっていうところではね、いい形でできてますね。しかも、防御率も 3.31 だから、阪神少なくなってきてるし、チーム打率も2割3分2厘、まあ5位だけど、まあまあ上がってきてるから、得点がね、103点ってちょっと少なすぎるから、ここのね、打線の、噛み合わせができれば、失点も119と、そんなセリーグの中でめちゃくちゃ、多いわけじゃないから、巨人だって146得点だけど、137失点で、点も取るけど失点も多いみたいなね。かなり、大波小波の、試合展開だけども、そういった面では、何気にセリーグはこれまだわからんな。阪神ちょっと最初にダメージ食らったけど、うまく乗り切っていければ、わかんないね。正直。まだ。ね。だから阪神はね、やっぱりカード勝ち越していかなきゃいけない。これヤクルトに小川、石川で0点0点はちょっときつかったね。でも小川も復活してきて、まっすぐの力強さあったらしいね。あ、見てないからね、ネットニュースで見ました。またね、しっかりチェックしていきたいと思います。じゃあ続いて、パーリーグ。パーリーグは、楽天、ソフトバンク、西武、オリックス、ロッテ、日本ハムというところで、楽天が4ゲーム差で1位、2位ソフトバンクにね。で、3位が、西武が、2位に3ゲーム差、1位に7ゲーム差。で、オリックスが A クラスに 1.5 ゲーム差。で、ロッテが A クラスまで 2.5 ゲーム差。で、日本ハムが A クラスまで、6ゲーム差っていうところで、日本ハムは首位に7、8.5、9.5、13ゲーム差。これはきついね。なんかネットニュースに載ってたけど、もうそろそろ自力優勝が消滅するっていう、ちょっと早すぎるね。そういった意味では、ちょっと、もう育成なのかな、もう。まあ、優勝目指してないんだもんね。そこら辺はもうほんとよくわかんない。でも、楽天はね、エラー4つしかしてないからね。めちゃくちゃ少ない。その中で、まあ、ロッテが20とエラーが多いのが気になるね。まあ、西武が22個というところと。あと、ロッテはね、防御率 2.17 と、先発、ピッチャー陣頑張っているけど、打率が2割1分2厘。オリックスの2割7分厘もひどいけど、ちょっと少なすぎるね。しかも得点がオリックスとロッテ81点と89点全然点取ってなさすぎ。いやーね、日本はもう31本ホームラン打ってる割に得点が104って伸びてないところが、まあ打線のつながりがないのとソロが多いのかなっていうね。あと近藤がね、怪我したのはちょっと痛いかなっていうね、ところはあります。あとエンドラン空振りね、痛かったね、ああいうのはね。で、得点力で言えばやっぱりね、ソフトバンクは125点と、点も多いけど、失点も105とね、多いんだよね。そういった意味では、失点74と、楽天のね、この少なさは、かなり際立つなっていうところで、ちょっとパリーグは、ね、1位にもう4ゲーム離れてるけども、ちょっとどんどん離れていってるから、ここ、踏ん張っていかないと、次のカードがかなり重要に、なってくるけども、まあ、次のカードはね、楽天対オリックス、田島、滝中、っていうところでね、じゃあ恒例の最後は、あれ言っておきましょう。長くね、話せることもないんだよ。見てないからね。でも、明日からのね、6、7、8、しっかりね、チェックして、月曜日、待ちきますから、ね。皆さんもね、休むときは休む。いいことですよ。